生体を授かりし、幸いなる子羊よ。目覚めは近い。なんだこれは。よせ、やめろ。おい、アメリカ人、名前は？レオン。寡黙なタイプか。俺はルイス・セラ。お互い間違えたな、バケーションの行き先を。おい、やめろ。引っ張られるだろう。こっちは怪我人なんだ。読めたぜ、考えが。こういう状況は慣れっこか。俺の勘だと、お前は誰かを探してる。そいつは多分行方不明のセニョリータ。若い女性。話せ、今すぐ。わかったよ。小耳に挟んだんだ、セニョリータを連れて行くって。連れて行く？どこへ？さあな。だが奴らは誰かを古い教会に連れてった。くそ、お前といると体が持たない。まだ終わってないぞ。またな、アミーゴ。クソ、装備を取られたか。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はバイオハザード RE4 の続きやっていきたいと思います。 HQ、 ターゲットの居場所をつかんだ。彼女は教会にいる可能性が高い。さすが朗報ね。それから妙な男に会った。名前はルイス・セラ。うさんくさいやつだった。やつのことを調べられるか。ええ、わかった。少し時間をちょうだい。とりあえずあなたは教会へ向かって。まずはここから出ないとな。また連絡する。さあ、ということで、さっきのうさんくさい男はどこなんでしょうか。そしてチャプター2ですね。装備を取られた。装備がないと戦えないですね。どこだ。ん？うさんくさいやつ？ナイフ攻撃。なるほど。ナイフを持って敵に。なるほど。ステルスもあるんだね。あ、目の前にいるんかーい。弾き返せる。へえ。なるほどね。あ、いけるんだ。へえ、そういう使い方か。さあ、キッチンナイフばかりが手に入っているが、向こうの窓かな。あ、いるな。ステルスで。行きます。さっ。
お静かに。さあ、この先はないかな。あ、なんかハンドルがある。向こうが開いたな。え？あ、行けないんだ。開かないんだ。あ、じゃあがっつり開けて向こうから回っていくんだな。急いで向こうに行って、あー、それはもったいない時間。なんとか。あー、なるほどね、全部入った。オッケー。あ、なんかいたな今。こっちだ、そこのあんた。誰だジジイ。あいつは。いいジジイか。あ、商人？なるほどな。ウェルカム。さあ、買ってしまいました。いや、いいですね、ライフル。ここどこだよ。ここどこだよ。あれ、ちょっと待って、今扉あった。ああ、いけないんだ。わしのマーク。なんか、メダルみたいなね。ん？ごめんよ。あ、ガンパウ。お、なんだこれ、上か。なるほど、結構いる感じですね。なんだこれ。あー、この門、あそこにあるな。でもこの門を開けるって、あ、降りたら戻ってこれないからってこと。はあ、なるほど。あ、じゃあここは行かなきゃいけないんだな。この中のどっかにわしのマーク。どこだ。あ、いるね。後ろも来てるな。ちょっと待てよ。ああ、こういうのあるね。なるほどなるほど。あ、爆発物が。なるほど。ああ、いるね、おじちゃんたち。なんつってんの、バイバイさん。これ多分開かない。これは、あ、小さな鍵。あ、いるんかーい。ほう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 。あ、これじゃん。危ない危ない。え、じゃあもう、あそこ開けて。あらららら、食らったな。爆発してるところに飛び込む。あー、結構いるな。邪魔です。
ちょっとじゃあ。めちゃくちゃ投げ込むね。こっちかな？上か？炎。わ、めっちゃいるっていうか、おぶねー。いけるのか？間に合う。ここか。ごめんちゃい。トップ。あれ、橋が落ちてる。いってー。なるほど。まあでも、あの六角形のやつが取れたからもういいね。よしよしよし。なるほどなるほど。なんかアイテムとかたくさん ありそうだったけどな。小さい鍵とかね。ああ、なるほど。こうか。よし。ちょっとセーブしとこうかな。絶対損はさせないぜ。よし。おお、すごい。ハンターハンターの試練の扉みたい。セクスタサイ。さっ。失敗。よいしょ。よいしょ。あれ、すごい追っかけられちゃう。いるねおばあちゃん。よいしょ。えぐめのやり方で。トラッピーがあって、あ、ここステルスで行けよって話だったのか。なるほどな。こうやってね、大胆に遊んじゃいました。オッケー。あ、これなんだ。ああ、宝石ね。売るときにこれをはめ込めて売るといいんだね。素材入れ得るか。さて、じゃあ上に行きましょうと。何もないね。いや、いいですね。結構アクション、カラスでかっ。アクション要素はかなり強いですね。カラスでかくね。でカラス。あ、なんだ。奴らの権威は地に落ちた。人形を打ち壊せ。貴族たちを。なんて読むの。うん、すんな。漢字は読めません。ガンパウ。んで、散らばってんな、罠が。つうか。あら、チェーンソーマンいるじゃない。あら、そう。なるほどな。溜まってんだ。チェーンソーマン怖い。あ、あっという間に壁からすり抜けて。
ダメだ、こいつら生きてる。あ、開かないんだ。こっちは？この小さな鍵使えない。トラップが仕掛けられてるけど、トラップを使うことってできるのか。ん？これか？あ、いるんかい。ちょっと上行ってみるか。あ、これタイプライター。これセーブしとくか。オッケー。イルミドナス経典4章3節。住人は民人すべてに祝福を。パワー、ん？民は、民は深く感じ入り、己が財を差し出した。老いた農夫はもっと重い種もみを、痩せた豚飼いはよく肥えた家畜を、何も持たぬ老婆は愛する我が子。これなんか強調だね。種もみ、豚飼い、家畜、我が子。なんか入れるんだ。中に悪くない家。卵だ。小さな鍵、これってあれか、ところどころにあるやつか。棚のやつね。ん？種もみ、家畜、子供。これ家畜が違う？来た。なんだこれ。メンターマッチョかと思った。なんか変わったやついるね。ここも行けるんだ。じゃあ、あ、おトイレか。じゃあ上の水晶をはめればよしと。使います。え、結構あれだな。こうか。納金には難しすぎるな。村の記録第3巻10月10日天候不順、麦の育ちが遅い、牛たちも痩せている。12月8日飢饉の兆し、種まきの時期に男手が不足したためであろう。しかしサドラー様の命令は絶対である。1月30餓死30名牛を5頭潰す。3月11日課長が集まりくじを引く6名、これもサドラー様のため。くじ引きを引く8名。何のくじ引きだ？死ぬのか。外から迷い込んだ登山者2名。祭壇で儀式。今日はくじを引かなくてよい。あー、犠牲者というかね、生贄がいればいいと。それが一番最初の冒頭のやつかな。あれ？これって、どっかで。あら。無敵なのよな。あら、強すぎるね。血が混じってきたようだな。そうだね、何か撃たれてたもんね。ん？あら、誰だ？あれじゃないの？名前忘れちゃった。アシュリーとかみたいな感じの色っぽい。あ、そうだ、キスした相手だ、レオンの。違
混じってきた。なんか覚醒していくのかな、レオンね。ああ、ここでチャプターエンド。キスした相手の名前もね、思い出せないけど。とりあえず今回はこの辺で終わりたいと思います。アイダか。アイダだったっけな。ああ、キスした相手。はい。ということで、また次回も楽しみですね。チャプター3。ぜひ次回楽しみにしててください。ということで、今回この辺で終わりです。皆さん、良き夜をお過ごしください。